はい、俺もね初めてこの無川やった時にね、なんかこれ何戦目からかな、はい、福田が参戦してきたでしょ、はい、その時もう第一印象からね、この福田はこれできるなと思ったの。ああそうですか。っていうのはね、これやっぱアマレス出身でしょ、はい、まあ、それとねやっぱり本当にある部分ではその背格好もある部分では、ね、西村と近いんじゃない、そうです ね、ちょっと高いですかね、向こうの方が福田選手の方が。ああそう、はい、まあ、それでねある部分ではちょっと自分で俺のね、はい、一人の考えなんだけど、ぜひ一回シングルマッチでね、本当に一回やらせてみたいなと思ってたわけで、はい、まあ、それはまあ今回こうやって実現したんだけどね、はい、大臣賞やっぱり戦ってみてどうだった。そうですね、この試合前に、2、3日前に、大阪の堺の方の道場で、うん、福田選手と一緒に汗流した時に、もうその時にも無我に対しての意欲ともすごく感じましたし、誰よりもそのヨーロッパレスリングを特に愛してるっていうのを、腰が低いしね、この構え方にしてもね、でこれはサウスポーじゃないんだよね。そうですね、入り方が逆から入ったような感じがしたんだけど、あ本当に先ほど言ったようにね、はい、無我っていうのはとにかく試合前に必ず合同練習をね、大阪だったら大阪の道場、東京だったら東京のね、はい、無我の道場でね、はい、合同練習やるんだけど、まあ、そういうところでねその時に多少こう動きを見てるからね、はい、すごくそれで研究熱心で、イギリスのそれこそトニーセント・クレアさんとかフィンレイとか向こうのテクニシャンの選手たち、ツナのあとは、スティーブ・ライトですか、うん、本当に研究されてました、福田選手のテクニック。そうだ、本当に見ると身長の割には本当に低いね、この辺の攻め方なんか本当ヨーロッパ的だよな。そうですね、腕の関節というのはこうやってね、はい、時によって俺は思うんだけどね、まあ、ある分ではいろんな試合数にしてはね、はい、お前の方が多分試合数をこなせるんだろうけどね、はい、やっぱり本当にその初対面の選手っていうのか、非常にやっぱりある分ではどういう動きをするんだろうっていう、そういうあれもあるでしょう、はい、なんか分かんない部分っていうのはね。そうですね、それと一番最初部下がオープン旗揚げして、うん、最初はそのイギリスの選手、それであとは、まあ、越中さんですね、石澤が何回か出たと思うんですけど、うん、インディンの他の選手が、うん、まあ、自分がやっぱりヨーロッパ行ってる時ぐらいからだんだん他のインディンの選手も名乗りを上げてきて、うん、どん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 これがインディンの選手がもう本当に多く染まってったら、他のなんかインディと同じような雰囲気になってしまうのかなという、うん、あ、そういうとこもあった。そういう不安も多少ならあったんですけども、うんうん、それは任せてくれよ。俺もある分では選手をね、いろんなその団体の選手を見てるからね、でもやっぱりその名乗りはね、はい、名乗りは誰のどこの選手も上げられるけど、そのリングに、まあ、向かうリングに上げるにはね、はい、こっちのある分ではその上げる選手のあれがね、選ぶわけだからね、で実際ヨーロッパに帰ってきまして、うん、それで3月の恵比寿大会、それで今回のその大阪大会、うん、もう2回出場しました際にも、うん、これはもう本当に無我に対しての気持ちがもうある部分じゃもう自分よりも強いなっていうのをすごく感じましたし、うん、それでもう本当に嬉しかったです。うん、そうね、そういう部分では彼らも無我のリングに上がるには自分たちの動きはね、そこまでこうできるのかっていうのね、はい、ある分では試しに来るわけだからね、ある分ではここながらこういう場面なんかの相手の動きをね、はい、ただある分では前が余裕の中でこう見てるでしょ、はい、まあ、こういうのもある分では危険な部分なんでね、はい、相手は必死なんだから、本当にどういう技を仕掛けてくるかわからないからね、うん、まあ、これもある分では本当はこういうぐらいはね、これのようなやっぱり多少 この相手に対してのあれがあってもいいんだよね、はい、うん、まあ、この辺はいい、この辺は非常に藤田の、後輩に当たるらしいんですけど、あそう、日大、日大です。うーん、あ、道理だね、はい、うん、もう基本が本当に、ね、やっぱりある分ではできてるもん、こういう足をね、はい、まあ、これは本当に足を複すのは逆なんだけどね、これはまあ福田がお前の足取ってるけど、はい、本当に自分の足が本当に決まっちゃってるからね、あ、はい、うん、で特にこの次の日から大阪大会の次の日から、うん、ちょうど彼はスーパージュニアの参戦も決まってましたね、これをバネに、うん、乗りたいっていう気持ちもすごく感じられました、うん、
それでほら、今これ今相手のほらかかとを決めてるでしょ、はい、こういう動きというのはこの無我のリングというのは非常にこれは自分の動きを確認する意味ではいい場所でもあると思うんですよね。はい、イギリスのまだオープンする前に無我の方の畑がオープンする前に、うん、畑する前にイギリスのビリー・ライリージムの方に何ヶ月間か練習させていただいたんですけど、うん、本当にああいう雰囲気っていうのはもう初めて経験することができましたし、うん、何年前だかこの無我を働きする前に俺が一人で家に行ったじゃない、はい、ね、ビリラレジムにその時お前からビリラレジムで練習してたでしょ、はい、雰囲気はね未だに何て言うかな脳裏に焼き付いててね、道場の雰囲気をね道場の雰囲気にこう近づけるために今無我を続けてんだけどね、本当にあれが完璧に出せたら、はい、うん、面白いだろうね。あ、うん、これはやっぱうまいよな。あ、はい、うん、これいい選手になるよ、この福田は。ライガーさんとの試合、夢ファクトリーの本で試合されたらしいですけど、うん、すごくいい試合だったということを聞きました。うん、まあ、福田自身がね、本当プロの、まあ、いろんな部分でその経験がまだ多少浅いということでね、はい、そういう動きはまだいろんなその選手の対応ができてないと思うんだけどね、はい、本当にこういう基本的なものをやれば本当にこれから面白いよ。あ、はい、うん、ただ今新日本プロレスのリングっていうのか、はい、本当にそういう第一線のリングというのはいろんなそのタイプの選手がね、いるわけでしょ。ジュニアは特にそのライダーみたいなのもいるし、はい、大谷、金本みたいなね、ああいうのもいるし、ああいうのもこういう、まあ、とにかく、まあ、その中にはこの基本中が一番大事なんでね、はい、まあ、これさえしっかり持ってればね、はい、本当にこれから先どうでもこれは自分がこう目指していけるわけだからね、はい、だからこういう分ではこの無我っていうのは非常に、まあ、福田自身も、まあ、そういうつもりで上がってるだろうけど、いい経験だと思うよね。まあ、はい、無我の会場の、大きさの方も非常にその1000人から1300、1500人、うん、もう会場の隅々までお客さんとあと選手とあとそのボランティアで会場の設営なんかを手伝ってくださる方々、うん、もう本当に気持ちが一つになってるっていうものをリングの上からもひしひしと感じることができるんですけど、うん、まあ、この大阪の第二体育館というのはね、第二競技場というのはまあ初めてだけどね、まあ、新日本プロレスはね、この大阪のこの府立の第二競技場の上のね、はい、第一のでやるんだけどね、まあ、いずれかは無我もね、そういう部分で大きなことやりたいんだろうけど、はい、簡単にこういうじっくり見せる部分ではね、本当に手頃な会場なのかなというね、はい、お客さんがある分にはね、本当に関心がないんじゃなくて、本当にこの一つ一つの技を本当にじっくり見てくれてるっていうね、こういうなんか場所も必要なのかなっていう気がするね。やっぱり試合自分もリングに無我のリングと新日本のリング比べましても、うん、お客さんの反応もやっぱり違いますし、うん、じっくり見てるなっていう感覚はもう本当に全然新日本と比べもならないぐらい。まあ、それはね、だから自分もこうやっててね、はい、今の距離はもう綺麗に入ってたね、利用してたというか、試合っていうのはね、とにかくお客さんをどこまで自分たちの動きにこう引きつけるかっていうの、これは別にテクニックももちろんいろんな部分で試合の中でね、はい、経験値があるんだろうけどね、やっぱり変にその大技をね、はい、に頼るとかそういう部分じゃなくて、やっぱり動きの中でね、はい、お客さんがとにかくね、どういう動きかっていうのは、ね、はい、とにかくどんなちっちゃい技でもね、はい、とにかく見逃さないっていうか、はい、そういう部分ではだからみんなもう釘付けだよね。あ、はい、だから格闘技のその世界の中で非常にだから何て言うかな、珍しい、はい、雰囲気、だから今のその第一線のその新日本プロレスの中でもね、非常にその危険な技がいっぱいあるんだけど、反対にそういう技が頻繁に出てくるからね、はい、こういう細かい大事な動きっていうのか、本当に中にはすごいいい決め技もあるんだけど、はい、それがどうしてもお客さんの中にこう残っていかないんだよね。よく最近
自分のプロレス、うん、あの話す上であの文明とかを、うん、まあ、例え話で使うんですけども、うん、本当にそういう風に感じて仕方ないんですけども、あのそれはね、あのこういう、まあ、一人一人ね、はい、そのその自分 の, そのレスリング、からいろんな部分でね、はい、感じる部分は違うと思うんだけどね、やはりこのムガをこうやればやるほどね、そういうものを追求したくなると思うよ。あ、はい、うん、まあ、それぞれ、まあ、それね、例えば違うっても当たり前のことなんだけど、それぞれ違うんだからね、はい、でも本当にあの基本的な部分でね、こういうムガをこうどん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 こうやればやるほど、そういうものをいろんな部分でその角度からね、はい、あの自分でこう探してあの探っていきたくなるような気がするよ。あ、はい、本当こういうね、なかなかこういう構え方っていうのかな、はい、本当に好きなんだよな。だから本当にその決まった動きじゃないのよ。ああ、はい、うん、やっぱりね、この経験積みは積もうどね、はい、一つ の, その決まった動きになりやすなりがちなんだけど、そうじゃないね、はい、やっぱりそのなんていうのかな、動物的な構えっていうのかな、はい、うん、この試合はアルボンではね、このあの大阪の大会ではね、アルボンでは一番俺も見たかったカードなのよ、俺個人がね、はい、うん、だからアルボンではこの日の会場はね、非常にこう高い山も来たしね、あの新日本からね、はい、でうちのその無我の3選手との戦ってね、あとバトラーズ の, その大塚とかね、石川も中野も来た、はい、そういう部分で本当にいろんなその個性を持ってる、本当にまあその中に本当にレスリング の, その忠実にね、はい、基本をこう守ってる選手が来てくれたっていうね、本当にどのカードを見てもね、はい、本当にこうあのこの無我のなんていうかな、こうファンっていうのか、はい、この会場に来てるファンっていうのはどの試合を見てもね、本当に見応えある多分、はい、カードあの試合だと思うよ、よくエビスでもそうだったんですけど、この日もそうだったですね、うん、試合終わってお客さんの表情を、うん、見てみますと、もう涙ためてまた泣いてるお客さんも数多く見られて、もう感無量になりました。そういう今なかなかね、このプロレス問わずそういう一つのなんていうのかな、感動っていう部分でのね、はい、ものが今なくなりつつある中でね、やっぱりそういうのどっかでそういうのがね、本当に何かこう胸に使えるものを残してその帰るよりもね、やっぱりある分ではいいものを感じてね、はい、うん、帰っていけるっていうそういうものが、うん、本当にあっていいんじゃないかなっていう気がするよね。あ、はい、うん、まあ、それとさ、特に西村なんかも海外ずっと行ってるでしょ、はい、本当に海外なんかの反対にこう無我っていうのはレスラー仲間にはあるくなる、多少はその浸透はしてんの？してます。去年 CWA の方で、ヨーロッパのキャッチレシングアソシエーション、そちらで試合してたんですけど、うん、やっぱりもう気なしに、今いいテリー、うん、トニーさんにしろ、うん、フィンレにしろ、あとはフランツ・シューマンにしろ、うん、やっぱり向こうでもレスリングのヨーロッパでも非常に面白い部分がありまして、アメリカにも日本以上にもある部分じゃ、レスリングにこだわってる部分があるんです、うん、大技で畳みかけて、うん、で最終的にはそれこそ逆さ抑え込みなり、うんうんうん、そういうスモールパッケージなり、うん、もう簡単なそのレスリングの基本的な、今のドラゴンスクリーンなんか俺より上手いじゃないか。あ、これ入ったガッチリ。もうそれ今その海外のね、海外の印象も聞いたんだけど、はい、たまたま猪木さんの引退式の時にね、はい、バックダウンで来てたでしょ、はい、バックダウンとだと次の日ね、ちょっとホテルでじっくりこう話したんだけどね、バックグラウンドはすごいこの無我を関心を持っててね、あ、そうやっぱりそのやっぱりニュースを知ってるんだね、あ、はい、で彼も今いろんな子供たちに今レスリングを教えてるでしょ、まあ、その中での無我が今何を今やろうとしてるかっていうのをね、はい、やっぱりレスリングっていう基本的なものをね、はい、だ彼も反対にすごい関心を持ってて、本当に早い機会にこの無我に来たいっていうね、はい、反対これはもう宣伝でも何でもないんだけど、本当に個人的なその意思でね、はい、彼がこの無我に参加したいっていうのをね、はい、言ってきてるんで、ね、本当にうん、この近いね、はい、うん、大会のうちにバックハンド上げたいなっていうね、はい、前もだからアルボンではまだまだバックハンドもね、前のもかなり、まあ年代もね心配だけど、一回バックハンドなんかでやってみるとね、まあ、はい、いろんな動きは多分吸収できると思うよ、はい、本当にバックハンド対西村とかね、はい、本当このアルボンではファンがどういう試合になるかっていうね、興味のある試合じゃないかな、わあこれは
やっぱりこういう足四の字っていうね、アルフォンデアプロレスファンからすると今の動きの中でね、あ、足四の字かっていう簡単にこう思っちゃうんだけど、やはりね、本当に完成されたその技っていうのはね、いつまでも残っていくんだよね。これはもう力道山時代からね、デストロイヤーとずっとこう受け継がれてきた技なんだけど、やっぱりいかに本物かっていうね、だからただ単にその古いそのクラシックなね、その技とかそういう部分じゃなくて、やっぱ本当にいい技っていうのはね、永遠と残っていく、そういうのをね、やっぱりレスラーも考えていかないとね、ただあまりにもそのドタンバタンっていうそういう技っていうのはね、いつかはもう何ていうかな、消えていく、そういうのにあまりこう頼っちゃダメだよね。藤山さん、文明っていうのはどういうふうにお考えですか？あのね、作曲がずっと聞いてるからね、非常にお前とまた違って、その難しく俺はそこまでね、文明大切あれはないんだけど、ただそのレスリングを続いてだったらね、あれなんだけど、やっぱり基本的な部分、やっぱりね、初心を忘れないってことなのよ、やっぱり元があって、今こうずっといろんな部分がこう進化してきてるわけ、進行してきてるわけだからね、やっぱ元っていうのはあるわ。ね、があって来てるわけだから、とにかくレスリングを通して言えばね、本当に確かに進歩するのも多いに結構、でもその中にどっかにね、やっぱり何ていうのかな、大事にしなきゃね、いけないっていう、そういう残していくものを大事にしていくっていう、まあ、そういうものをね、忠実に守っていけないし、そういうのを感じるんだけどね、決して今のこの進歩と文明のね、今こういう分で進歩とそういうのを俺は否定するわけじゃないのよ、多いの結構なんよ、これはもう世の流れでね、必要なことなんだけど、その中でやっぱり大事な部分だけはね、このね、ジャーマンスプレックスしてもある分で、これがあるんだ、プロレス界の中ではね、ある分ではそのスタートだったのかなっていう気もするよね、それからほらこういうノーダンライトが生まれてきたわけだから、ね、元はジャーマンスプレックスから、進化して今こういうノーダンライトが生まれたんでね、これはなんか本当に俺も今言葉を失って見入っちゃったけどね、本当にこの工房は俺もじっくり控室のね隅からこう見せてもらったんだけどね、本当に2人の顔がね生き生きしてた、まあそれをやっぱりいい顔、戦う者同士がね、やっぱりそれは痛さもあるよ、普通の中にそのいい顔があるんだよな、せめての怒りの中にもいい顔があるんだけど、そのお二人が戦ってる二人がねいい顔してるってことはね、お客さんがまだ素晴らしい顔してるんだよ、そういうのはねやっぱり伝わるんだろうな、ほらもうこの握手ね、この握手ももう本当にだから心底からだから二人にこう声援するっていうね、二人を声援する握手だよな、一回持ち上げたからのブリッジに行かした、こいつもなんかジャーマンちゃんはね独特なのよ、多分タイミング取りづらいんじゃないかな、そうですね、これだよ、これここからね抱えてから投げるって、これだからまだお前体が柔らかいからね、余裕でこう返せるけども、体の例えばそのあんまりその柔軟性がない選手って非常にきついと思うよ、これは何？これはですね、実は10月にビリラリージムの方に訪れましたときに、ロイウッドさんが直接、これはビリー・ジョージの一つの秘密だった、決め技だった、まあ、ビリー・ジョージ出たけど、これ、ね、見てる人のファンって方は分からないと思うけど、ビリー・ジョージっていうのはもう、カール・ゴッチもね、勝てなかったっていうね、今まだ実在してるその、ね、イギリスの、その選手なんだからね、ビリラリージムの中もね、本当にその、文化生で本当にそういう選手はね、一回この無我の道場にね、全部呼んでみたいね、まだ3、4人いるんでしょ、ビリジョシとかね、いろんな選手がね、ビリライデンの息子さんのヘニーライデンだって、まだいるんだよね、いい汗かいたろ、これそうですね、もうこの拍手でね、分かる、
今日はもう福田選手が明日からジュニアだとかそういう。